こちらの動画では、フーディニの地形生成ツール、ハイトフィールドの機能を使用して地形を作る流れをご紹介します。今回は地形作成のワークフローを参考に、形状を作成し、アウトプットするところまで順を追って説明をしていきます。まず、ハイトフィールドツールについて概要を紹介していきます。こちらのツールは 2D ボリュームを使用して地形を表現します。実際にフーディニを立ち上げて確認した方がわかりやすいので、ここでハイトフィールドソップノードを一つ作ります。すると、このような平面が作成されます。この平面が持っている情報を確認します。ここでは、オブジェクトの持つポイント数やポリゴン数、ボリュームデータの場合はいくつのボリュームがシーンに存在していて、いくつのボクセルで構成されているかを確認できます。各ボクセルには高さ情報が格納されます。今はまだすべてのボクセルの値が0の状態なので、凹凸がない状態になります。ボリュームデータである以上、解像度はこのボリュームを構成するボクセルの数で決まります。ボクセルの数が多くなるほどディテールは上がりますが、処理負荷もその分高くなります。ここでビッグヘッドを一つ作成します。ユニフォームサンプリングディビジョンズ。こちらをデフォルトの値の10から50に上げます。各座標方向にいくつのボクセルで構成するかを制御するので、値が大きくなるほど多くのボクセルで構成されていることを示しています。ボクセル数が多いほど計算に使用されたメモリの容量、こちらは増大しますが、ディテールは上がります。ボクセル数が少ない場合は、その逆になります。フーディニに限らずですが、このボクセル数による解像度の制御をサンプリングと呼びます。ハイトフィールドソップノート自体では、ボリュームの解像度は変更するオプションがありませんので、別ノードのハイトフィールドリザンプルソップノードを使用して、リゾリューションスケールを調整することで解像度を変更できます。このようにハイトフィールドというツールはボリュームデータを使用して地形を生成するツールですので、通常のソップレベルにおけるポリゴンジオメトリの操作とは異なることがお分かりいただけると思います。ハイトフィールドの機能はソップレベルで扱うことになります。ジオメトリノードを一つ作成をします。そしてノードを選択して中に入り、このソップのレベルでハイトフィールドソップノードを一つ追加します。続けてグリッドに凹凸をつけていきます。使用頻度が非常に高いノードとしましては、ハイトフィールドノイズソップが挙げられます。ハイトフィールド1のアウトプットから、ハイトフィールドノイズ1のインプット1に接続をします。ディスプレイフラグをハイトフィールドノイズ1に切り替えると、Y 軸方向に凹凸ができます。これによって山と谷が作られます。また、こちらのハイトフィールドノイズソップノードのコンバインメソッドを切り替えると、ノイズのかかり方が変わります。なぜこのような違いが生まれるのかと言いますと、ハイトフィールドツールは 2D ボリュームによって制御されていることが理由です。ハイトボリュームは地形自体を表現するボリュームで、マスクボリュームはノードの計算結果をどこに割り当てるかを指定するボリュームとして扱われます。この2つのボリュームを組み合わせて何らかの効果を生み出すので、よく 2D ボリュームのことをハイトフィールドツールではレイヤーと呼びます。こちらのノードではコンバインメソッドというパラメーターがありますが、これはマスクの情報に基づいてノイズを与える範囲を変更します。このようにレイヤーという考え方がハイトフィールドツールを使う上で欠かせません。マスクレイヤーを使用したノイズ適用範囲の制御方法としてもっとわかりやすい例としましては、他のノードやオブジェクトを使用して作成したマスクを使用するという方法があります。このようにハイトフィールドではマスクレイヤーを何度も使用して徐々にリアルな形状に近づける操作を行います。
水平方向にノイズを与える場合は、ハイトフィールドディストートバイノイズソップを使用します。現実の山や岩は真上から見た時に歪んでいる場合がありますので、このノードを使用することでよりディテールの向上を図ることができます。ハイトフィールドノイズソップだけを適用した場合と、ハイトフィールドノイズソップと、ハイトフィールドディストートバイノイズソップを適用した場合のノイズのかかり方、比較していただくと違いが一目瞭然だと思います。リアルに見えるディテールとしてはおそらくこちらの2つのノードを適用して組み合わせた結果になると思います。このようにノイズをマスクレイヤーで範囲に制限をかけながら加えるという操作を繰り返すことで、現実にありそうな地形を作り上げていきます。ハイトフィールドのツールの重要なポイントとしては、レイヤーという考え方があることを覚えておいていただければと思います。まず地形を作成するワークフローを見ていきます。地形の外観をまず作り、徐々にディテールを詰めていきまして、必要に応じて樹木や岩などのオブジェクトを配置して、最後にモデルやテクスチャとして書き出すといったような流れを取ります。一番左のマッシングモデルという工程では、まず大まかな地形や山や谷のレイアウトを決めます。ハイトフィールドプロジェクションソップを使用していく方法をご紹介していくんですけども、この方法は入力されたポリゴンジオメトリをガイドとして、ハイトレイヤーをマッピングすることによってハイトレイヤーを結果的に変形させていく方法です。山の大まかなレイアウトを簡易的なポリゴンモデルを組み合わせて決めることができるので、制御がしやすく、リファレンスを参考にモデルを作りたい場合重宝する方法だと思います。では最初から実際にノードを組んでみます。最初にベースのポリゴンモデルから作っていきますので、チューブソップを追加をします。これでベースが作成できました。ワイヤーフレーム表示すると分かりやすいのですが、この入力されたポリゴンジオメトリの表面に沿ってハイトフィールド変形されているのが分かります。ベースの形状を作る方法として、他にもハイトフィールドパターンソップを使用することで、ハイトレイヤーに特徴的なパターンを追加することもできます。またハイトフィールドマスクバイオブジェクトソップを使用することによって、例えばポリゴンオブジェクトをマスク代わりとして使用することもできます。より複雑な例としては、ハイトフィールドマスクバイフィーチャーソップを使用することで、ハイトレイヤーからマスクを作成するという方法もあります。例えばスロープのパラメータでハイトレイヤーの勾配を使用してマスクをつけた例になります。勾配が急な部分のみ赤く表示され、マスクが適用されていることがわかります。この部分にハイトフィールドリマップソップを適用して、ハイトレイヤーの値を調整すると、このような形状ができます。また今回ご紹介している地形以外にもですね、様々な地形が存在するわけですけども、 VD ではですね、シェルフの中にテラインエフェクスとしていくつかプリセットが備わっています。なのでそちらも合わせてご確認いただけると、ベースの形状をどのように最初作っているのかといった確認であったり、サンプルとしてご活用いただけるかと思います。ワークフローの2つ目のシーリングという工程をまずご説明していきます。現状は非常に滑らかな状態なので、上乱を追加してより自然な見た目になるように調整を加えていきます。ハイトフィールドノイズソップをまず追加します。ノードを作成しましたら、ハイトフィールドプロジェクト1と接続を行います。このノード自体は第2回目の動画でも登場しています。ディスプレイフラグ切り替えていただくとお分かりいただけるように、 Y 軸方向に対してノイズを加えます。ハイトフィールドツールを使用して地形をリアルに見せるコツというのは、1つや2つのノードだけで大きな山や谷を作らないことになります。特にスケールの大きな地形を作るときほど気をつけていきたいところになります。続いてハイトフィールドディストートバイノイズソップを追加します。水平方向にノイズを加えるとより細かい尾根線と谷ができます。
今回はこの2つのノードだけ追加しますが、もしディテールが足りない場合はですね、さらにノードを追加したり、またマスクを使用して特定の範囲だけノイズを追加して調整を加えるということもできます。次にこちらの図のロービングという工程です。大まかに作成していた山の形状をより細かな区画に分けていきます。このハイトフィールドディストート1の下にですね、ハイトフィールドイロードソップを追加します。ハイトフィールドディストート1とハイトフィールドイロード1を接続しまして、ディスプレイフラグをハイトフィールドイロードに切り替えます。こちらのノードでは地形の侵食具合をシミュレーションすることができます。現実の山は雨や雪で表面が削れて溝ができて、そこに水が流れ込むことで川がどんどんできてきます。その様子を擬似的に計算することができるというのがこのノードになります。こちらのプレイボタンを押します。すると徐々に山の表面が削れて川ができる様子がビジュアライズされていることがお分かりいただけるかと思います。適度に侵食が進んだところでアニメーションを止めます。ちょうど良い侵食度合いのフレームが見つかった場合、常にそのフレームの結果を表示することもできます。このロービングという工程はどちらかというとスケールの大きな地形を作成する場合に必要かもしれません。地形用語でローブという言葉が実際にありまして、これは何を指しているかというと、地形の特に丸く突き出した部分を指しています。侵食された地形を見たときに、この川によって先端が丸みを帯びた区画がいくつかできていることがわかります。これを地学用語でローブと呼ぶそうです。侵食と同時にビジュアライズが行われ、内部で処理された結果にレイヤー名を割り当てています。レイヤーバインディングズタブでレイヤーの名前を指定できます。このレイヤー名に基づいて、例えばマテリアルを分けたり、オブジェクトを配置する際にエリアを分ける場合に使用することができます。次にディマッピングです。この工程は図にあるように、ここまでの工程を必要に応じて繰り返すという作業になってきます。ここではハイトフィールドディマップソップを使用します。ノードを作成し、ハイトフィールドイロード1と接続をします。ここまでシミュレーションを行った地形に対してディマップを行います。これである程度ディテールを加えた上で、さらに山や盆地の垂直方向の高さを調整できます。ハイトフィールドは高さに応じて山の頂上付近なのか中間なのか麓の部分なのかといった情報を区別して、ノイズだけでこれを決定するのはなかなか難しくなってきます。これを補うためにですね、ハイトフィールドリマップで少し位置をずらすことで調整を行いやすくします。次にアップサンプリングを行います。アップサンプリングは文字通りハイトフィールドのボリュームの解像度を上げる操作になるんですけども、解像度を上げるためにハイトフィールドリサンプルソップを追加します。続いてシェイプという工程です。ドキュメントでは地質学的な特徴部を追加するために使用する工程と書かれています。例えば山の側面が岩肌の場合、階段状の層ができているとよりリアルな岩山に見えてきます。特にスケールの大きな山の場合は一部が岩肌の場合が多いです。ここでハイトフィールドテラスソップというノードを使って段丘を作っていきます。ここでハイトフィールドテラスソップを追加します。ハイトフィールドリサンプル1とハイトフィールドテラスソップを接続します。これは名前の通りなんですけども、段丘を作るためのノードです。どの高さに段を作るかはマスクレイヤーで決定します。続いてリシーディングになります。現状は段丘の滑稽状が整いすぎているので、もう少し形を崩していきます。また高解像度ボリュームの状態でシーディング処理を繰り返すことにより、この後行う2回目の侵食シミュレーションでより自然な見た目に近づけることができます。ここでハイトフィールドブラーソップを追加します。こちらをハイトフィールドテラス1と接続をし、
ディスプレイフラグを切り替えます。次にイロージョンです。イロージョンで行うことというのは、ほとんどロービングの工程と変わりません。違いを挙げるとすれば、1回目はローブができる段階までで侵食のシミュレーションを止めておきましたが、イロージョンの工程では、目的のルックが得られるまでシミュレーションを進行させて、この表面をさらに削り取っていくということが目的になってきます。こうすることで、大きな段球の側面に対して、より細かな段球が作られるようになります。最後に、こちらのマスクを削除します。ここで、ハイトフィールド、マスク、クリア、こちらのノードを追加します。ハイトフィールドテラス2と接続を行い、ディスプレイフラグを切り替えます。これで、地形に対してディテールを加えることができました。こちらのフローで示すところのファイナルが該当します。地形の作成がある程度完成した後の作業が中心となってきます。まず前回まで作成した地形のデータをジオメトリキャッシュとして保存していきたいと思います。ここでファイルキャッシュソップを作成します。キャッシュは取らなくてもこの後の操作や処理を行うことはできますが、前の処理でですね、ハイトフィールド、イロードソップを2箇所使っているという関係で、例えばタイムスライダーを動かした時に再計算が行われる場合があります。今回詳細はご紹介しませんが、ジオメトリキャッシュとして出力する際にですね、ノードのパラメータに対してランダムな値を生成して、バリエーションを作るということができます。その際にファイルキャッシュノードを使うこともできますし、このトップネットワークの中で、ロップジオメトリアウトプットというノードがあります。でまた、ファイルキャッシュソップノードと類似したノードとしまして、こちらのラブズファイルキャッシュノードというものがあります。こちらと組み合わせて使用することもできますし、単体で使用することもできます。次にマテリアルを適用していきたいと思います。ハイトフィールドの機能を使用する場合、ハイトフィールドクイックシェードというソップノードがあります。こちらをファイルキャッシュ1の下に接続します。このノードを使用することで、レイヤーごとに異なるテクスチャやカラーを割り当てることができます。パラメータの上部にあるアンビエントディフューズスペキュラーはすべてのレイヤーに対して適用されます。また、ハイトフィールドのベースカラーを制御したい場合、ベースタブからテクスチャを適用することができます。次に樹木を配置していきます。行うこととしては、ポイントをまず散布してコピー配置することと変わりはありません。ここでハイトフィールドスキャッターソップを一つ作成します。ハイトフィールドスキャッターソップは 2.0 というバージョンを使用していきたいと思います。このノードにはですね、インプットが3つあります。インプット1はベースのハイトレイヤーの入力です。インプット2はマスクの入力を行います。インプット3はインスタンス化するオブジェクトを入力します。ベースはそのまま入力して良いので、インプット1に接続を行います。ディスプレイフラグを切り替えると、このように全体にポイントが散布されてしまっていることが確認できます。そのためマスクを使って範囲を制限したいと思います。ハイトフィールドマスクバイフィーチャーソップを追加します。ハイトフィールドクイックシェード1からハイトフィールドマスクバイフィーチャー2に接続をしまして、ディスプレイフラグをこちらのノードに切り替えますと、こちらもまた全体にマスクがかかっている状態なので、制限をしていきます。標高の低い位置にマスクがかかるようにします。これでスキャッターされる範囲を制限することができました。次に配置するオブジェクトを用意します。この樹木に見立てたオブジェクトを使用します。フーディニではですね、ラブズツールにはなるんですけども、こういった樹木を作ってくれるアセットノードがありますので、そちらを使用していただいても問題ありません。今回はこちらのオブジェクトを使用していきたいと思います。
オブジェクトマージ、ソップノードを使用して読み込んできました。こちらをインプット3に接続をしまして、ディスプレイフラグをハイトフィールドスキャッターに切り替えます。そうしますと、このような形でポイントの位置に配置されます。オブジェクトの配置はされるんですけども、光線の向きを参照してポイント位置にコピーされますので、急な斜面の場合は木の向きも斜めになります。今回、まっすぐ上に向かって並んでほしいので、ハイトフィールドスキャッター1のマッチノーマルズウィズテライン、こちらのチェックを外します。そうしますと、このようにまっすぐコピー配置されます。また、オブジェクトが密集しすぎているので、ポイント同士の間隔を調整していきます。ハイトフィールドスキャッターソップは、ポイントの散布方法をどのように行うか切り替えることができます。今回はこちらのファイナルのさらに後の工程です。地形をそのままレンダリングする場合は、こちらのハイトフィールドクイックシェードを使用することができます。こちらにテクスチャ等を読み込んで、そのまま特にコンバートをする必要もなく、レンダリングにそのままかけることができます。前回の動画の中でレイヤーをもとにマテリアルを割り当てる方法をご紹介しましたが、それ以外にレイヤーをもとにテクスチャを作るという方法もあります。こちらもいくつか方法があり、一つは、ハイトフィールドアウトプットソップノードを使用する方法があります。こちらのノードでは複数のレイヤーをカラーチャンネルに保存して、画像を出力することができます。ここではハイトレイヤーとウォーターレイヤー、デブリズレイヤー、クリフスレイヤーの4つを出力するように設定を行いました。すべてこのハイトクイックシェードソップノードから接続をするようにしています。すべてのノードでセーブトゥディスクを実行していきます。出力先のディレクトリを確認するとレイヤーズフォルダの中にこのような形で各レイヤーごとの画像が出力されます。こちらの方法は、ハイトフィールドの持つレイヤー情報を画像にコンバートして出力するための方法になります。なので、このノード単体では、ハイトマップであったり、ノーマルマップといったマップ等を出力することができません。これ以外のマップを作成するためにはですね、他のノードを使用する必要があります。最も簡単な方法は、ラブズテラインテクスチャーアウトプットノードを使用することです。このノードを使用するためには、サイド FX ラブズツールのインストールが必要になってきます。もし、フーディニ本体のインストール時に、ラブズツールをインストールされていない場合は、こちらのシェルフツールのシェルブズの中から、サイド FX ラブズにチェックを入れて、こちらのアップデートツールセットをクリックすると、現在のバージョンでは、フーディニランチャーが立ち上がるようになっています。この中に Loves パッケージというオプションがありまして、この中に現在インストールされているサイド FX Loves パッケージのバージョンが表示されます。フーディニランチャーを使用するか、もしくはフーディニのオールドインストーラー、Windows の場合は .exe ファイルを使用して Loves パッケージのみインストールすることもできます。そちらの作業が先に必要になってきます。このノードでは、パラメータを見ていただくと、ノーマル、ハイト、オクルージョン、各種マップが出力されるオプションが用意されています。ただし、このラブズテラインテクスチャーアウトプットでも、カラーマップの出力はできません。そちらについては別の方法を取る必要があります。また、他の方法としましては、こちらのアウトの階層で、ベイクテクスチャというノードを使用することもできますが、稀にファイル情報が書き込まれない場合があるので、そのような時は、こちらのラブズテラインテクスチャーアウトプットを使用すると良いと思います。次に、ジオメトリの出力についてです。特にゲームエンジン上で地形モデルとして使用する場合、メッシュとして読み込むことが多いかと思います。シンプルな方法としては、コンバートハイトフィールドソップを使用するという方法があります。例えば、
こちらのノードを使用してポリゴンに変換した後、FBX ファイルとして持ち込みたいという場合は、LOPFBX アウトプットノードを下に接続して、ファイルを出力するということもできます。出力するオブジェクトの解像度、これはこのデンシティパラメータから変更することができます。その他の方法としまして、Labs Terrain Mesh Output というノードがありまして、こちらを使用する方法もあります。Convert Height Field Swap と異なり、サイトフィールドをタイルジオメトリに変換することができます。ここまではファイルを個別で書き出す方法を中心に見てきましたが、ゲームエンジンへの読み込みを想定している場合は、フーディーにデジタルアセットという形でデータを用意することも可能です。よく HDA と呼ばれますが、これは複数のノードから構成されるネットワークを一つのノードとしてまとめたものを指しています。フーディーニ上で使用できるカスタムノードを作る手段として用いられることもあるんですけども、外部ツールと連携する目的で使用することもできます。ここでは簡単なアセットを一つ作ってみたいと思います。タブキーからファイルノードを追加します。でそして、このハイトフィールドマスクバイフィーチャーとハイトフィールドスキャッター、今回解説に使用しましたファイルにつきましては、概要欄にダウンロードリンクをご用意しておりますので、そちらからダウンロードすることができます。このような形で出力したファイルをですね、今回は Unreal Engine を使用してご紹介を行いましたが、読み込んでくることができます。以上で、ハイトフィールドツールを使って地形を作ってみるの全動画は終了となります。ハイトフィールドツールを使用する際の参考になりましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。